どうも、キタヤンカンフージェネレーションです。今日の動画はですね、木下力という男でございます。僕のチャンネルではですね、90年代とか2000年代のフォーロックについて喋る動画が多いんですけども、この木下力さんという方はですね、2000年代のフォーロックを語る上では欠かせない人物の一人なんじゃないかなと思うんですよね。なので、なんでむしろ今まで取り上げなかったんだろうと疑問に思っちゃうんですけども、この木下力さんね、ご存知ない方のために軽く説明しますと、今アートスクールというバンドやってまして、しばらく活動休止だったんですけども、先日復活のお知らせが出まして、新曲出します、さらにライブもやりますというお知らせが出ましてですね、今ちょっとまた盛り上がっているところなんですよね。で、今日はそんな木下力さんってどんな人なのかとかですね、そのあたりいろいろ喋ってね、紹介していきたいというふうに思っております。どちらかというと木下さんファンではなくて、これから知っていくというかね、入門編みたいな感じの動画なので、木下力さんファンはですね、ちょっと温かい目で見守ってほしいなと思います。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけで、まず木下力さんってね、どんな人なのかっていうのをプロフィール軽く説明していきたいんですけども、木下力さんはですね、1978年の10月14日大阪生まれなんですよね。なんか見た目的には東京っぽいね、シュッとした感じなんですけど、実は大阪生まれなんですよね。でですね、さっきも言ったようにアートスクールというバンドと、ね、キリングボーイというバンドをやってまして、どちらもボーカルギターを担当しているんですよね。で、そのアートスクールなんですけども、シロップ16グラムとザ・バックホーンと並んでですね、ネット上では日本三大うつバンドの一つというふうに言われることがあるんですよね。なかなかこうひどいというかね、三大うつバンドってこう言われてあんま嬉しくないような異名ですけども、それぐらいですね、ちょっと全体的に暗い雰囲気というかね、あんまり明るい雰囲気のバンドではないよということなんですよね。で、さらに木下力さんはですね、ウォーズ・ザ・ワーレーベルって言うんですかね、そんなレーベルの代表も務めてらっしゃるんですよね。で、そんな木下力さんね、どんな特徴があるのかというとですね、正直歌唱力はそんなにないんですよね。すごい失礼な言い方ですけども、よく言えば癖のある歌声でですね、先日取り上げたスーパーカーのね、中高さんに近いような歌い方なんですよね。こうすごく声を張り上げてね、シャキシャキ歌うというよりも、すごくこう癖のあるというかね、こう割とボソボソと歌うような、歌声なんですけども、そんなね、歌声に対して、そのナンバーガールの向井秀徳さんがですね、以前その腹から声出せみたいな風に言ったことがあるみたいでですね、それぐらいね、こうお腹から声出してない感じの歌声なんですけども、向井さんの歌い方もね、なかなか癖があるんで、誰が言うとんねんという感じなんですけどね。はい、そんなね、こう癖のある個性的な歌声の方なんですけども、そんな木下力さんのね、生い立ちというか略歴をちょっと見ていきたいという感じなんですけど、まず幼少の頃はですね、お父さんの影響で、ビートルズとかビーチボーイズとかサイモン&ガーファンクルとかを聞いてたらしいんですよね。子供にしてはなかなか渋すぎるチョイスだなと思うんですけども、で、そんな流れで小学生に上がってですね、プリンスとかメタリカとかですね、スレイヤーって、いわゆるヘビーメタルを聞くようになるんですよね。もう小学生でヘビーメタル聞いてたらね、なかなかすごいというかね、もう自分が小学生の時全然 J-POP とかしか聞いてなかったんで、小学生でヘビーメタル聞いとんかいと、なかなか早熟だなと思うんですけども、お父様の影響とかね、あったと思うんですけども、そして中学生に上がってですね、運命的な手にするんですよね。それがですね、ニルバーナの Smells Like Teen Spirit って曲に出るわけですよ。この曲はもうロックの歴史においてめちゃくちゃ有名というか、もう本当に歴史上に残るぐらいの大名曲なんで、この曲でね、世界中の少年の人生が狂わされたんだと思うんですけども、木下力さんもね、それに漏れずその一人だったということでですね、そこからもニルバーナ、特にカート・コバーンさんの大ファンになってですね、本当に今もね、ずっとファンを公言してるぐらい、カート・コバーン大好きみたいな感じなんですけども、そこからオルタナとかね、グランジっていうジャンルにハマっていったんですよね。で、グランジはね、シアトルのオルタナバンドのことを指すので、グランジもオルタナっちゃオルタナなんですけどね、他にはそのニルバーナの
他にもですね、グランジで言ったらパールジャムとか、サウンドガーデンとかね、そういうバンドいましたけども、おそらくその辺聞いてたのかなと思います。まあ中学生でその辺も聞くってなかなかね、もう音楽的にすごい、なんか早熟というかね、周り話し合う人いたのかなってちょっと心配になっちゃいますけども、はい、その中学生でですね、その後高校に行きまして、高校卒業した後に、18歳から5年間ぐらいね、引きこもりの期間があったらしいんですよ。5年間引きこもりってなかなか長いなと思うんですけども、でその後に大阪から東京に上京したわけなんですよ。でその東京で1999年に、テレスコープレーベルってところからアルバムを出すんですよね。もういきなり話がもう飛んじゃってるというか、すごく飛躍してるなみたいな。ついこの間まで引きこもりしてたのに、なんかもうアルバム出すってどんな流れって思うんですけど、その時にね、ティーンレイジラストっていうアルバム出したんですけども、その時のメンバーでですね、結成されたのがアートスクールなんですよ。まあアートスクールは2000年に結成されているわけなんですけども、まあ、その時のメンバーがですね、日向秀和さんと、桜井雄一さんと大山潤さんなんですよね。で、日向秀和さんはですね、その後座禅ボーイズに移籍しまして、でさらにその後ストレイテラに今、所属しているんですよね。でその桜井雄一さんはアートスクールの後ランクヘッドってバンドに今入ってまして、でその大山潤さんは今ちょっと休憩というか活動休止の期間があって今ストレイテラに入ってるわけなんですよね。はい。で、そのアートスクールがですね、2002年にメジャーデビューしたわけなんですよね。で、このアートスクールなんですけど、まあその後いろんなこうメンバーの加入とか、まあ脱退とかっていうのもまあ繰り返してですね、行ったわけなんですけども、まあその固定のメンバーで言うと、木下力さんと戸高さんって方がいて、この二人はですね、もうずっと固定というか、もうずっとアートスクールやってるメンバーなんですけども、まあイメージとしてはくるりみたいなね、その二人は固定なんだけど、時々誰が加入するみたいな、なんかそういうイメージだと思うんですけども、はい。で、そんなね、木下力さんの、まあ世界観ね、どんな世界観なのか、先ほどちょっと日本三大うつバンドだよって話をね、しましたけども、なんでそう言われるのかっていうところについて言うと、もともとね、その木下力さんね、ちょっとなかなかこう、対人恐怖症みたいなところがあってですね、なかなかコミュニケーションとかね、人付き合いがもう、あんまりうまくない方だったんですよね。で、まあそんなね、こう、自分みたいな人を勇気づけたいという意味も込めてですね、まあ人付き合いが下手な人たちの味方でありたいと。まあ、もっと言うと、生きづらさを感じる人の味方でありたいっていうようなテーマがね、根底にあるんですよ。実際にインタビューでですね、傷ついたり疎外感を抱いているような人に希望を与えたいというふうにおっしゃってて、まあその自分みたいな、こうちょっと生きづらさを感じている人たちとか、孤立しているような人たちにですね、君だけじゃないよというようなね、いうふうに言いたいっていうようなね、まあポジティブなメッセージを発信しているはずなんですけど、なぜかうつバンドっていうふうにね、言われちゃうっていう、ちょっとね、悲しいんですけども、まあその一方で、まあカートコバンイズムというんですかね、その辺もあるようでですね、世の中はクソで大人は最悪っていうね、一面もあるんですよ。すごい極端な一面ですよね。なんか希望を与えたいみたいな、自分みたいな人の背中を押したいみたいな面もあるけど、世の中はクソっていうね、なんか陰と陽があるなみたいな感じなんですけども、まあ、そんなねところにこうファンはね惹かれていくわけなんですけど、もう今はですね、ファンの皆さんは木下力さんの保護者のように見守ってるというかね、そういうフェーズというか、もうファンの方が木下さん見守るっていうですね、ちょっとよくわからない構図になってるんですけども、まあ、それぐらいね木下力さんは愛されてる男なんですよ。でそんなねファンの皆さんの心配事といえばですね、木下力さんの体調ですよね。よく体調不良でっていうのを聞くんですけども、まあ、事の始まりはですね、2018年の11月30日にですね、まあ、オルタネイティブサーキットっていうライブイベントがあったんですよね。まあ、ツアーがありまして、でそのイベントの日にですね、まあ、急病でキャンセルしますというふうにアナウンスされたんですよね。まあ、このイベントはアートスクールと踊ってばかりの国とポリーっていうね、まあ、3つのバンドのスリーマンイベントだったんですけど、そこでこう体調不良でってアナウンスされて、そこから入院しちゃうんですよね。でこのなんで入院しちゃったのかってところ、まあ、詳しくはね、まあ、ちょっとその言えないというか、まあ、僕有料のノート買って読んだものをちょっとねかいつまんで話してるんで、まあ、全部は言えないんですけども、まあ、複数の薬を使ってて、まあ、その、まあ、通常のね
量よりも多めに摂取してたと。でその薬が原因でちょっとね倒れてしまったらしいんですよね。で肝臓の数値がねえらいことになってたらしくて、まあ、いわゆる異常なね数値が出ていて、やっぱこう薬っていうのは、ね、用法用量で、ね、守らないとえらいことになるなっていうね、やっぱこう木下ゆきさん見てて思いましたけど、そんな感じで一回こう体が壊れてしまいました。でそこからですね、ちょっと持ち直してですね、カウントダウンジャパン、2018-2019 に出演したんですよ。で復活したのかなと思いきや、その後2019年4月のオルタネイティブサーキットのねリベンジ公演があったんですけど、その公演もキャンセルでね、こう体調不良で、キャンセルになってしまいまして、またちょっとこう良くなったかなと思ったけど、またね落ちてしまってですね、まあ、思い通りにねこう歌声が出せなくなってしまったんですよね。まだその万全じゃなかったというか、そんな体の調子ってすぐ治らないですから、まだまだボロボロだったんだなっていう感じなんですけども、でその後ですね、大阪の実家にね戻ったらしいんですよね、東京からね。でまあその時にそのまま戻った後にですね、それまでずっとこういろんな薬を飲んでたんですけども、その薬飲むのをやめたんですよ、まあ、ゼロにしてですね。そしたらすごく精神的にねこう参っちゃったというか、きつくなったようでですね、もう意識が朦朧としたりとかね、もう消えてしまいたいみたいないうふうに思ってた時期もあったらしいんですよ。もうそれが半年ぐらい続いたらしいんですよね。なのでこう精神的にかなりこう危ない状態だったよっていうね、もうことらしいんですよ。でそんな中ですね、2019年の11月にですね、七色エレクトリックツアーという、まあ、アジカンとエルレとストレイテナーのスリーマンでね、ツアーあったんですけども、そのツアーの中で日向さんとか大山さん、戸高さんが参加しまして、アートスクールのフェイドトゥブラックって曲をカバーしたんですよ。で僕このツアー参加してまして、実際ライブでね行って聞いたんですけども、なんか感動しましたね。すごくアートスクールのファンですってわけじゃなかったんですけど、そのこういうところでも愛されてるなっていうふうに感じましたね。まあ、もちろんそのファンがねその推しだから愛するっていうのもわかるんですけど、同業者のミュージシャンにももう木下力さんね愛されてるわけですよ。でそういうなんかこう木下力愛を感じましたね。でその後ですね、徐々に体調とか精神面もね回復していきまして、2020年の4月22日にはですね、新曲ができたっていうようなねツイートしてですね、あなんかだんだん木下力さん戻ってきたなと、そろそろ復活するんじゃないかなと思ってた矢先にですね、コロナが流行っちゃったんですよね。でコロナのせいでちょっと復活が延期になりまして、でですね、いつ復帰するんだろうというふうにファンも固唾を飲んで待ってたんですけども、先日ですねついに2022年今年の7月13日にジャストキッズ EP という新曲出しますよっていう風にお知らせ出したんですよ。さらに8月24日にね、エビスリキッドルームでワンマンライブやりますという風にアナウンスを出したわけなんですよ。もうやっとアートスクール復活かと、みんなファンは、ね、歓喜したわけですよね。ちなみにこのジャストキッズ EP はですね、ジャケットを木村豊さんという方がね担当しているんですよね。まあ、この方スピッツとか椎名林檎とかスーパーフライとか、そういう、まあ、名だたるミュージシャンの、ね、方の CD ジャケット担当してる方なんですけど、まあ、そんな方がね、デザインを担当してもう完全復活しますというふうにアナウンスが、ね、出たわけですよ。もうやっと言えますね、リッキーお帰りと、待ってたぜこの時をよ。思わずぶっ込みのタクになっちゃいましたけど、そんなねアートスクールの復活に際してね、木下力さんコメント出してるんですよね。どんなコメントなのかっていうと、たくさんの思いが込められた作品になりました。この音を聞いてくれているあなたの心に寄り添うように、久しぶりのライブで会いましょう。これからはアートスクールのことをどうか末永くめでていただけると嬉しいです、というふうにコメント出してるんですよ。このね、これからもアートスクールのことをって言ってるんですよね。なので今回ね、新曲出してライブ終わって終わりじゃないよっていう意味なんですよ。これはファンにとってたまらないですよね。これからどんどん活動していくぜという木下力大復活を告げるねアナウンスだと思いますので、いやこれからねどんどんねこう、まあ僕みたいなこう浅いというかあんまり知らなくても、これからどんどんね聞いていきたいというふうに僕思いましたので、アートスクールファンの皆さんね、木下力ファンの皆さんね、いやこの曲とかね、このアルバムから入ってくださいみたいなおすすめあればぜひ教えてほしいんですよ。まあ一応ベストアルバムはね僕聞いたことあったんですけど、やっぱオリジナルアルバムをやっぱ聞きたいので、その辺のおすすめあればねぜひ教えていただきたいというふうに思います。
はい、というわけで木下力という男と題しまして、アートスクールの木下力さんについて喋ってまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。僕ですね、もともとあんまりそのアートスクールとか木下力さんね、名前を知ってたんですけども、そんなに深く知らなくてですね、よくよく今回調べてみたんですが、いや木下力さんね、なんとなく愛される理由が分かりましたね。なんかこう守ってあげたくなるというか、応援したくなるというか、そういう人だなと僕感じましたね。これからどんどんね、僕曲聴いていきたいんですが、まあ、さっきも言ったように皆様からのおすすめね、この曲まず聴いてくださいみたいなものがあればね、ぜひぜひ教えていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで以上、キテアンカンフージェネレーションでした。ではまた。いやー、今回からですね、メガネからコンタクトレンズに変えたんですよね。はい、どうですかね。どうですかって言われて反応難しいと思うんですけど、ずっとね、コンタクトしたいな、やってみたいなと思ったんですよね。はい、なんかコンタクトにしたらモテるんですよねっていう。めちゃめちゃ浅はかですね、今の発言ね。そんなわけねえだろ、バカ野郎とね。そんなことでモテたら苦労しないですけどね。やっぱね、新しいことというか、やったことないことね、どんどんやっていきたいんですよね。やっぱこう、30代ともなるとね、そういうの減ってくるんで、なんかこう、どんどんそういう未知の体験とかしたいなと思ってて、コンタクトレンズにしたんですけど、つけるの大変ですね。撮るの一瞬なんですけどね。これも慣れるのかななんて思うんですけども、まあなんか、メガネの方が良かったですよとかね、そういうのは書かなくていいんですよ。コンタクトにしてどうですかみたいな。僕が言ってほしい言葉はただ一つ。いいですねと。それしか言ってほしくないんでね。コメントの強要してますけども。はい、そんなわけでね、これからコンタクトでやっていきたいと思います。